コゼット役のご紹介へと移りましょう。生田絵梨花さんです。コゼット役を演じさせていただきます、生田絵梨花です。ありがとうございます。前回コゼットを演じてから2年近く経って、自分自身も変わったなとか思うところがあるので、もう一回向き合った時に、どんな風な景色に見えるのか今からとても楽しみです。新しいレミゼラブルも皆さんと一丸となって頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。生田絵梨花さんに質問させていただきます。最近写真集発売されて、その撮影でニューヨークに行かれたと伺っていますけれども、はい、その本場のニューヨークに行かれてみて感じたこととか心境の変化などはおありでしょうか。そしてそれを今回の出演に生かすことはできそうでしょうか。はい、そうですね、本場のブロードウェイを見て刺激を受けた部分ももちろんありますし、その1週間撮影でこう生活して、なんだろう、でもこういろんな表情を、自分でも見たことないいろんな表情を写真集の中でこう載せていただくことができて、で前回そのコゼットを演じた時に演出家の方から、私はその笑うことにすごく精一杯になってたんですけど、笑顔は一通りだけじゃないし、いろんな段階があるから、そこを自分の経験からもっと出していった方がいいっていうアドバイスを受けたので、今回のコゼットではまたさらに表情が増えていたらいいなと思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。